こんばんは。メールをありがとうございます。そして今回もですね、実績の報告をいただきまして本当に感謝しております。私も嬉しいです。数年前に A8 ネットに登録していただいたということだったんで、まあスムーズにね、作業できたと思いますけども、5050円の報酬が確定したということですよね。まあ、椎の木康晴シリーズでもいろいろと案件紹介してますし、A8 ネットだけではなくてね、 AFB とかアクセストレードとかバリューコマースとか本当にね、無数に ASP がありますから、一つずつトライしてみてはいかがかなと思います。エステとか以前にやってたんですね。エステはね、案件によっては、なんかね、半年ぐらい経ったらまたできるみたいなね、そんなリセット機能もありますんで、また探してみられたらいいんじゃないかなと思います。はい。それからですね、自己紹介的なことっていうのはすごく興味深くて、高校の時に美術部に入られていたんですね。いいですね。それから部室に麻雀卓があったと。はい。麻雀の打ち方って本当人柄が出るって言いますけど、私もそう思います。やっぱりね、まあ豪快な方はね、大きな手で上がったりとか、もうリーチにもうね、どんどん向かっていったりとかするんですよね。それから慎重な方っていうのは、闇点で行ったりとか、着順をちゃんと計算したりとかね、緻密に、こう、無理せずに、トップが無理だったら2着を狙うとか、まあ、せめて3着を取っていくみたいなね、そんなことをしたりとかしてましたよね。やっぱりね、性格すごく出るんで、自分の今日のコンディションとかも分かるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりやけになってる時ってやけなね、麻雀になっちゃいますし、ちょっと心に余裕がある時は、一声他のね、プレイヤーさんに優しい言葉かけたりとかね、ポンとかチーとか重なっても譲り合ったりみたいなね、そんな余裕が生まれたりするのかなと思っちゃいますよね。はい。中国には行かれてたんですね。私もね、ハオツーぐらいなら知ってるんですよ。なんか美味しいって意味だったと思いますけどもね。ほとんど中国は分かりませんけども、太極拳を習ったということでね、私もね、映画を見ながら自分のオリジナルでカンフーをね、勉強してみたりとかね、あと三節棍とかを通販で買って、まあ、今でもたまにやるんですけども、三節棍ってのはこれすごい遠心力で、この体を鍛えてないとここら辺の筋肉痛めますね。で、棍もそうなんですけども、六尺棒っていうのがあるんですけどね、こうブンブン振ります棍棒ですけども、あれもね、手首を鍛えてないと、こう回した時に手首をちょっとおかしくしちゃうんですよ。で、私ちょっと手首が今痛いんですけどもねそんな感じでございます。で、バンドでベースを弾いていたってことだったんですけども、私もね、ベースやってたんですよ。アンセムとか柴田直人とか好きでね、やってたんですよね。あとはそうですよ、クリフ・バートンさんっていうね、メタリカっていうヘビーメタルバンドのベーシストさんが好きで、まあ、この方はツアー中にバスが事故でね、お亡くなりになったんですけどもね。それからジェームズ・フェッドフィールドっていう方が入られて、まあ、メタリカは今に至るって感じだったんですけども、まあいろいろとね、懐かしいな。いや、音楽っていいですね。なんかその美術もそうですけども、クリエイティブな脳を鍛えてくれるのかなと思います。中国にお住まいになっていろいろあったんですね。はい、なるほどね。帰国して、今に至るということですね。でね、私その速稼塾っていう、まあそのビジネス塾をやっていまして、限定動画っていうのがそっちの方に多いんですけども、これからね、やっぱりいろんなことを塾生さんと考えていったりとか、今までも塾生さんとね、一緒に会社を作って経営してみたりとか、コラボでイベントを組んでみたりとかね、一緒にセミナーやったりとか、沖縄旅行とかハワイ旅行とかを塾生さん何人かを連れて行ったりとかね、結構ね、そういうことをするんですよ。今はちょっとね、旅行に行ったりとか集まり合ったりとかできるそんな時期ではないですけども、これからもね、一人一人と家族のように付き合っていきたいなと思っております。まあ今ちょっとね、ご時世から難しいんで、せめてこうやってね、動画のメッセージをお返しすることで、一歩でも二歩でも身近になれればなと思っております。それからね、アフィリエイトのことは、ビジネス全般もそうですけども、お困りの時はいくらでもご相談ください。幸い時間は結構ありますんで、それから経験も結構ありますんでね、多分自己アフィリエイトについてはもう答えられないことがないんじゃないかなと思いますね。自己アフィリエイトもね、毎月10万円ぐらいを利益としてね、稼いで3年ぐらいそれでやり続けてきたんですよ。だから300万ぐらいですか、自己アフィリエイトぐらいで。で、自己アフィリエイトに派生するようなね、そういうアフィリエイト活動も結構トップクラスでやっていたかなと思いますんで、もしね、アフィリエイト結構大変ですけどもね、お金があまりかかんないんですけども、ものすごい労力かかりますんで、すごく大変ですけどもね、ミスター M さん、それから椎の木康晴、ともどもよろしくお願いしたいと思います。FX もこれから一緒に学んでいきましょう。FX の無料講座も
土日を中心に第2回第3回と続けてまいりますので、勝てるようになると思います。それでは失礼します。